メテオロ急昇海艦はスペイン海軍が運用している昇海艦の艦級。計画名はバン。第一バッジ4隻の建造費は4億8840万ユーロであった。戦型としては朝鮮首労型を採用した。船路艦板の後半分はヘリコプター艦板とされ24.7メートル13.5メートルの広さを確保した。その前方、 上部構造物後部のハンガーには NH90 ヘリコプター1機を収容できる。また、上部構造物中部両源には複合艇が1隻ずつ収容されている。モジュール設計が導入されており、漁業監視や海上治安活動、捜索救難、人道援助、海洋観測、情報収集、潜水作業支援、海洋サルベージュなど多様な活動に対応できる。 本級は、アナーガ級やバルセロ級など、小海底の更新を目的として、まず2006年7月16日、最初の4隻が発注された。これらは、ラスパルマスデグランカナリアに配備される計画とされている。続いて2011年に、さらに5隻が発注された。この第2バッジのうち1隻は、対戦船、また1隻は、海洋観測任務に充当される予定である。 ありがとうございます。